まずは肉食性のお魚になりまして、魚類であったり、あと小さな魚類などを捕食する食性となっています。生息地としては北海道南部から山口県にかけての比較的深い海域に生息していて、あと海藻が生い茂っているようなところに生息していると言われています。ネメバルは青森県などでは山沿いというふうに呼ばれています。親と同じ姿で生まれてくるというふうに言われているので、母親のお腹の中で卵が産み落とされて、一定の期間成長してから産み落とされるので、お魚とはまた違う特徴的な部分かなと思います。